皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、体脂肪をなるべくつけずにバルクアップする時のコツを紹介していきたいなと思います。夏に向かって減量していた方が秋冬になって筋肉を増やすためにバルクアップをしていこうというバルクアップにこう切り替わる時期でもあると思うんですね。当然筋肉は増やしたいわけですけども、体脂肪はあまり増やしたくないわけで、体脂肪をつけずにバルクアップするときにどういうものは食べてもよくて、どういうものは食べたらいけないのかっていうのをご説明していきたいなと思います。まず基本的なバルクアップの考え方としてお伝えしておきたいのが、摂取カロリーと栄養素のバランスなんですけども、摂取カロリーは当然ですね、自分が消費するよりもたくさん取らないと筋肉は増えていってくれませんので、体脂肪が増えていくのを恐れずにしっかりカロリーを取る、食事を取るということをまずは意識をしてください。どんな栄養素をどれだけ取ったらいいのかっていうお話なんですけども、バルクアップとはいえ脂質、脂肪分ですねはなるべく抑えるようにしてください。当然脂質もですね、必要な栄養素、大事な栄養素ではあるんですけど、もう一般的な食生活で脂質がね少なすぎて支障が出るっていうことはまず考えられないです。それよりも脂質の摂りすぎに気をつけていただいて、なるべく低脂肪な食事を心がけていただくというのが、あまり体脂肪をつけずにバルクアップをするコツになります。タンパク質なんですけども、やっぱり筋肉の戻りになりますので、体重1キロにつき 2g のタンパク質はしっかり摂取するようにしていただければなと思います。ただですね、これを超えてタンパク質を取ったところであまりですね筋肉の増量の効率っていうのは上がらないので、タンパク質を取れば取っただけ筋肉つくだろうっていう考えは持たない方がいいんではないかなと思います。そのタンパク質でカロリーを取るというよりは、炭水化物をしっかり取って運動するためのエネルギー、運動から筋肉を回復させるためのエネルギーをしっかり取ってあげてバルクアップをしていくという意識で食事を組み立てていただければなと思います。次にですね、そのバルクアップ中に食べていいもの悪いものっていう説明に入っていくんですけども、究極的に言うと食べていいもの悪いものっていうのはないっていう回答になってしまうんですけども、食べただけで太ってしまう、食べただけで痩せていく食べ物っていうのは存在しなくてですね、結局摂取するカロリーと消費するカロリーのバランスで体重増えるか減るか、太るか太らないかというのが決まってくるので、ものすごいジャンクな食べ物を食べたところでそれ以上に消費すれば痩せていきますし、逆にヘルシーな和食を食べていても消費する以上に食べてしまっては太ってしまうということになりますので、究極的にはですね、食べただけで太るものはないので、食べていいもの悪いものそんなものはありませんということになるんですけども、とはいえですね、一般的な方の食生活とか生活習慣を考えると、こういうものはまあ積極的に食べていっていいでしょうという食べ物ですとか、逆にこういうものはなるべく控えた方が結果的にね、体脂肪をつけずにバルクアップしやすいでしょうというような食べ物はいくつかあったりするので、そういったものをね紹介していきたいなと思います。増量中に食べていいものというか、まあこういうものは積極的に食べていっていいでしょうというものなんですけども、パン類でいくとフランスパンとかベーグルとかイングリッシュマフィン、これらのパンなんですけども、非常に脂質が少ないです。こういうものを中心に食べていくと脂質がオーバーしにくくなって体脂肪をつけずにバルクアップしやすいので、まあご飯とかね、麺類なんかは当然低脂肪なのでどんどん食べていただいて問題ないんですけども、パンが食べたいなという時はこういったものから選んでいただくと、より体脂肪をつけずにバルクアップしやすいと思います。そして果物ですね、まあ、甘いものが欲しくなったなとか、ちょっと小腹が空いたなっていう時にあるとすごい便利です。水分が多いんで量の割にカロリー低いですし、当然脂質もですねかなり少ないです。まあ炭水化物は入ってはいますけども、増量中はですね多少炭水化物がオーバーしたところで問題はありませんので、果物もね積極的に食べていただけるといいんじゃないかなと思います。旬のフルーツを食べていただくと美味しくですね、余分なカロリーも抑えることができます。でバルクアップにはおすすめですね。あとはお菓子でいくと洋菓子よりは和菓子の方がおすすめです。和菓子は甘くてね、お砂糖も入っててカロリーは高めではあるんですけども、脂質は非常に少ないものが多いので、洋菓子よりはカロリーを抑えられて余分な体脂肪をつけにくいお菓子になってますので、お菓子が食べたいなという時にはなるべく和菓子を選ぶようにしていただくと体脂肪をつけないバルクアップ成功しやすいんじゃないかなというふうに思います。で逆に食べていけないものなるべく避けた方が体脂肪つきにくいですよというものなんで
ですけども、まずは洋菓子ですね。やっぱり洋菓子はどうしてもバターとかね、卵とかよく使ってるものが多いので、和菓子に比べて脂質は多めでカロリーも高めのものが多いです。そういったものはなるべく避けていただくと余分な脂質は抑えられるので、バルクアップ成功しやすいんじゃないかなと思います。そして揚げ物ですね。やっぱり余分な油を避けたいというところで、油を多く使った揚げ物というのはなるべく避けていただいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、あとは、まあ、ちょっとざっくりになるんですけども、ジャンクフードですね、ハンバーガーとかポテトチップスとかですね、フライドポテトとか油を多く使っているものっていうのはなるべく避けていただいた方が体脂肪をつけないバルクアップのためにはおすすめではあります。ということでですね、今回はなるべく体脂肪をつけずにバルクアップするときに食べていいもの悪いものということで解説をさせていただきました。これからですね、バルクアップに入る方は参考にしていただければなと思います。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。